こんにちは。今日は全世代レーサーグランプリの予選の4回目、前回までの結果はこんな感じで、今回もあらかじめ抽選しておきました。抽選の結果はこんな感じ。予選の4回目、優勝するのは誰かな。それじゃあ早速最初のレースはノーストール対 N2O コーラ。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのは N2O コーラ。さあ次のレースはライトニングマックイン対ニトロエイド。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはライトニングマックイーン。さあ次のレースはキャルウェザース対ブリックヤドレ。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはキャルウェザーズ。さあ次のレースはシャイニーワックス対レブンゴーレーサー。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはレブンゴー。さあ次のレースはフォークスホイールドライブ対レボルティング。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはフォークスホイールドライブ。さあ次のレースはスプッターストップ対タンクコート。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのは僅差でタンクコート。さあ次のレースはムードスプリングス対トーカップ。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはムードスプリングス。さあ次のレースはボビースウィフト対トリプルネント。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはボビー・スウィフト。さあ次は2回戦。最初のレースはライトニング・マックイーン対 N2O コーラ。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのは N2O コーラ。さあ次のレースはレブンゴー対キャルウェザーズ。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのは僅差でキャルウェザーズ。
さあ次のレースはタンクコート対フォークスホイールドライブ。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはタンクコート。さあ次のレースはボビースイフト対ムードスプリングス。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはムードスプリングス。次は予選 A ブロックの決勝戦、 N2O コーラ対キャルウェザーズ。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのは N2O コーラ。さあ次は B ブロックの決勝戦、ムードスプリングス対タンクコート。さあ勝つのはどっちかな。勝ったのはタンクコート。さあ次は第4回予選の決勝戦、決勝で戦うのはタンクコート対 N2O コーラ。さあ優勝するのはどっちかな。第4回予選トーナメント優勝したのはタンクコート、おめでとう。というわけで今回の結果はこんな感じ。そこに前回までの結果を足すとこんな感じ。さあ決勝ラウンドに進む4台は誰かな。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。